さあ第4コーナーから直線残り400を通過、学馬が坂を駆け上がる前の争いですが、今度は間をついたボンセルビーソが先頭に躍り出てくるか、そして大勢ビジョン、そしてケーデンスコール、さらに外からはぐーんと今4番のピースワンパラディが足を伸ばしてくる、間をついた2番のケーデンスコールが今度は伸びてきた、外からピースワンパラディが接近するが、先頭は2番のケーデンスコール復活のゴーリー、2番のケーデンスコール勝ちました。